したらこれ地球の歩き方が来たわけよ。突然。突然へんちょこにはトンボ眼鏡かけたさ、お兄ちゃんみたいなのが来て、いろんなメニュー頼むのよ。で、そんな食べられませんよって言ったら、いや、もう実はこう地球の歩き方って言って、それで、ほーっつって、で、これ出していいですかって言うから、いや、困らないですよって考えないで言っちゃったのよ。で、まあ乗るようになっちゃって、今も乗ってますよ。じゃあそれを見てくる人がいるんだよね、今度。それ考えなかったんだよ。あ、じゃあやめられなくなっちゃったよって思うじゃん。だって信用問題じゃない。地球の歩き方って言ったらあれじゃない、地味なヒットしてる本じゃない。いや、もう誰、知らない人いないですからでしね。ょ。それに乗っかっちゃった、エジプト編に乗っかっちゃったら、やっぱり今度はやっぱり信用問題が出てくるわけじゃない。で、それ見てイスラエルからわざわざ来たとかね、カイロから来たとかいうの聞くと、まんざら見なくないわけだって思って、でもしょうがないから、じゃあちょっとしばらく、まあこのまま続けてみるかって言ったら、ある日国際電話だっていうわけよ。えっつって、家族に何かがあったかと思ってさ、びっくりこいって。で、家族にはその時まだレストランやってるなんて言ってないから。言ってないんですか？言ってないよ。なことやっといて言ったら何やってんだってなるじゃない。だってでもエジプトから全然帰ってこない時点で、言うわよ。です何してるんだっよね。ですよて、ね。今どこにいるんだって、ダハブ。何してるんだっていうか、リラックスしてる。だ、安い国だからリラックスしてたってできるわけじゃない。レストランの方なんて言ってない、絶対に。口が裂けても言えない。何やってんだよ、そんないい年かっぱらって言われるじゃない。もう糸の切れたタコみたいに、出かけたと思ったら帰ってこないとかさ。っていう言葉は分かるわけよ。言うだろうなって。で、国だ際から、電話が。で、会ったって言うから、家族に何かがあったかなと思って、一応心配するじゃん。で、10分後に電話かかってくるから。で、かかってきたらテレビ局だったのよね。それがテレビ東京だったのよ。で、そういう番組作ってんだけども、ぜひ出てほしいって。で、いや、それはできないっつって言ったあ、それできら、ない。できないって言ったんだって、言ってないんだから。あ、家族に。で、言えない、できないじゃない。いきなりテレビであなた、エジプトのダハブであなたレストラン開いてる日本人がいるんですなんて番組があってさ、それ結構人気のある番組らしいから、見られたら困っちゃうじゃない。で、断っても断ってもかかってくんだよ。そうでしょう。だ、最後にはさ、向こうがさ、私が報酬しますって言うから、家族も。そんなことやられたら帰ってこじれたら嫌じゃない。だから、いやいや、それじゃあ私がやるから、ちょっと時間くださいっつって。だからあれがね、オファーがあったのが2月で、取り出したのが12月に入ってすぐ、それで暮れの放送で流したんだから。ものすごい大荒れの、もう急早かったピでッチすで。ね。で、ご家族に言っもうて実初際め言ったて。わよ、初めて言ったわよ。どうだったんですか？しょうがないんじゃないって言ってる感じ。あ、そう？っつって。了承を取って、で、正式にテレビが来そう、て。でもまたさらにお客さん増えたんじゃないですか？そうなのよでね。すよね。そうなのよね。で、またいつ辞めるかな、計算できなくなっちゃっなるほど。て、辞めれず、でもしょうがないねっていうので、だからそういうふうにして、そういうのがこう、いついつ出ようか、いつ辞めようかっていうのがあって、ガバメントの人が2人来て、警察じゃなくてガバあ、メンガバト、メントの人来て。それで今からここを取り壊しますって言って、ベン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 って柱だけ残して、屋根と側面は全部壊していったわけ。厨房もですか？厨房は何も触らず。外の部分のやつが違法建築だみたいな言われて。だけどみんなもやってるわけよ。そうですよね。だから多分どっかが言ったんじゃないのかな。まあとりあえずはなくなっちゃったわけよ。見たら屋根も何にもないし、柱がこう何本か立ってるだけで、あちゃ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 って、これを修復するのも大変だねと思って、それでじゃあこれを機会にやめようと。いい機会でしょ。そしたらやめたくないと、クラウドファンディングをして、
日本人旅行者たちがいや亡くなったら困りますよってことだったんですね。あそこの空間僕好きだったんですよっていう子もいるし、今度ダハブ行こうと思ってんだけどやっぱり亡くなってると嫌だなとかさ、だけどもおばあさん一人の力でやるのは嫌だって言ったら、その福井の子が、あの香織さん今クラウドファンディングっていうのがあるんですよって、それで集まってのが目標額にはちょっと足んなかったのかな、うん、150ぐらいの目標だったんだけど100万ぐらい、50万だったら、うん、まあ別にそれはいいとしてっていう感じで、だからそれでその時にレストランの名前をユイに売ったわけでしょ、はい、だからもうこの私はお店を閉めるのは諦めたわけよ。なるほど、もう完全に諦めたんですね。諦めたわけだって名前をつけちゃったんだもん、売ったんだもん、そうでしょ、でそれをやめるってわけにいかないでしょ、そこまた責任をっていうことですか。だから責任感を感じちゃうね、日本人ってそういうとこあるしょ。そうですね、だからまあやめれないんだねと思って。なるほどね、まあこれも運命なんでしょうねと思って、だからまあそれはそれでまあ一つの人生かな。うーん、あ私に順応せばあんねよ、はい、で拒絶反応は起こさないねよ、はい、おーこんなもんなのかとか、そういうとこうわすごいとかびっくりはするけども、ああそうなんだって納得する、これはこうじゃなきゃ嫌だっていうのはない、いやこれはこれ私はやらないけども、でもまあこうなんだっていう、でもそれには私はついていかないよ、でもそういう世界もあるよっていうのは知ってますよね。真剣に考えたらノイローゼになるでしょ、うん、いやじゃないきゃさ旅に出ました、ええ、そのまま11年目に突入はしないでしょ。いや本当そうですね、同じところで本当そう思います、はい、私はここで骨を埋めようと思ってきたわけじゃないんだから。そうですよね、うん、心の中ではね、みんなここに住んでんですかって聞くから、はい、いや別に住んでるつもりはないけどたまたま長居してるだけだと、気持ちの上ではまだ旅行をこれからコンティニューと。だって常識っていうのがさよくわかんないから、うん、私は、うん、こう悩んでさ、うん、時間無駄にするよりも自分が今思ったことで、うん、迷うんだったら足踏みするんであれば、うん、もう動かないとか、うんうん、そこら辺の決断をきちっとしないと。はっきりしてるんですね、中途半端じゃなくて。あ、だから白か黒ですよね、グレーがあんまりないよね。で決断は早いんですか。早いですね、香織さんは、うん、早い。うち行ったってしょうがないし、嫌だったらやり直せばいいし日本に帰ればいいし、うんうん、でもね日本にいるよりねこっちにいた方がね、うん、頭使うねよ。同じよレストランもいきなり来て、うん、今からここ壊しますだてててててて、なんのこっちゃって感じだよね、うん、でもそれで腹が立ててもさ、うん、壊れちゃったものしょうがないから、うん、じゃあやめるか続けるかのどっちかしかない、うんうん、71にして、うん、ここまでできるんだと。だから人生ね全てね勉強だよ、ほんと勉強で、無駄なこと一切ない、一切ない。例えば昔アルバイトでそれこそあの道路工事をやったって、そのやったことが絶対どっかで役立つから、絶対役立つ。だからどんな職業でもどんなことでも無駄はないっていうことを覚えておいた方がいいよね、若い人。こんなこと今やってても無駄だろうってない、絶対ない。だから結局私がちっちゃい時釣りちょっとやったのが、大きくなってから釣りやるようになって、結局釣りをやってたくさん釣れればそれをあげるんじゃなくて、じゃあお店に出そうと、お金に変わるわけじゃない、いろんな発想ができるわけじゃん、それが面白いよね。だからまあ人生思うように生きることよね、うん、これをやったら人がどう思うとかさ、そんなこと思ってたってしょうがないじゃん、好きなことをやる、人生一回なんだ。